トヨタ自動車株式会社、土屋仁です。小学校の頃はものづくりは好きだったんですけども、何かこういじるとかそういうのが大好きですね。例えば電化製品とかラジカセとか、そういったのを、どういう構造なのかなっていうのを知るような形で、バラしてみて、で結果的には作れずに終わったっていうので、お父さんに怒られたりとかね、そういうようなことを、していたのが、記憶になりますね。もともとそういうのが好きだったので、工作とか図工ですかね、ああいうのは誰よりもこう得意っていうんですかね、なんで彫刻とか彫るのもかなり際どいところまで攻めたりとか、であと家庭科でも女の子に負けないぐらいの裁縫がうまかったりとか、そういう器用さはあったのかな。であとやはりお父さんが普通のサラリーマンなんですけども、何でもやれる人で、でいろんなところに連れてもらって、お父さんが仕事をしているのを見て、あ、こんなにいろんなことができる人なんだなっていうところから、自分もいろんなことを手伝うっていうような形でいろんなことをやらせてもらったんですかね。それが、こういった柔軟性っていうんですかね、そういうのにつながったのかなっていうふうに感じますね。普通に地元の工業高校を受ける予定だったんですけども、ある友達がトヨタ工業学園っていうのがあるよっていうので、ちょっとなんか受けるもんで、自分も一回一緒に受けようよみたいな感じの雰囲気だったんですね。トヨタ学園に入ってから、こういう技能五輪っていうのを知ってから、そういう道があるんだなっていうのを知った。それでお父さんに相談して、そしたら、いいんじゃないの、そんな道があるならぜひチャレンジしてみればっていうので勧められて、で自分もどこまで技能が通用するのかっていうのを突き詰めたいっていうかね、世界が取れるのは、こんな機会もめったにないなっていうところで挑戦をしたのかなっていうところですね。板金をやるきっかけは本当に専攻で選ばれたからです。自分が自動車板金をやりたいっていうようなきっかけではなかったですね。他の機械職種とか木型職種、そういったのが自分には合ってるのかなっていうところで選考会を受けて、で、選考会の結果、どの職種でも選ばれたらやりますっていうようなことを面接の時に言ってて、で結果蓋を開けてみると、自動車板金職種の選手に選ばれたというところがきっかけなんですね。でもやってみてはやはり自動車板金でよかったなっていうのを最後は感じましたね。そうですね、やはり目標としてちょうど国際大会がある年に選ばれてたので、最終目標がやはり国際大会優勝っていうのがずっと頭にはありました。でもやってる期間はしんどいっていうのが一番ずっとついて回っとったんですよね。一日中ハンマーを振り続けたり、やっぱり今までにやったことないことをやってたので、挫折もあるし、やっぱり一番は点数が伸びない、やってもやっても点数が伸びないっていうところで気持ち的にも沈んでしまったりとか、時には指導員と話をしながら泣いた時もあるし、そういうので、最後まで指導員がバックアップしてくれて、やり続けた結果が、優勝することができたっていうところにつながったのかなっていうふうに思いますね。やはり全国の時は、ライバルとして、同い同期の子がいるんですけども、そういう子たちと一緒にやっぱり見えるものを相手にしながらやっていたのが1年目ですね。先輩もいながら、でそこから2年目になると、今度は見えない相手を想像しながら、相手はここまでやるんじゃないか、でも自分は今ここだもんで、このままじゃ勝てないよねっていうようなことを想像しながらやっていた感じがあるので、全国大会に出た時に絶対勝てるっていう自信が自分の中ではなかったんです。
ここまでやりきったから勝てるっていうところまで上り詰めてなかったのがその訓練の段階だったので不安はすごくありましたね。で結果的に優勝ってなった時にはすごく嬉しかったですね。1年目の時に2位になっているので次は順当にいけば自分が優勝するっていうのがあったんでやはりそこへのプレッシャーでもあったのかなっていうふうに思います、ね、やってよかったですね、はい、自分への自信にもつながりますしどんな困難なことがあってもこの技能五輪をやったことによってそれ相当のことに対しては耐えれるような、メンタル面ですかねっていうところがついてきたのかなというふうに感じます。今はですね、試作部っていうところで働かせていただいてるんですけども、まだ世に出てない車というところで例えばモーターショーでの一品ものの板金をしたりとかあとニュルブルクリンですかねああいったところに出るレースの一部分のパーツを手加工で加工したりとかそういった、技能五輪で培った技能を生かしながらの作業っていうのもありますしあとは後輩への指導っていうところで板金の見本を見せたりとか、後世の育成っていうところで技能五輪の若い選手を育てたりとかそういったことをやってますね。一言で言うと一番身近な憧れの先輩です。土屋さんはですね言葉で多くこう教えるんじゃなくて結構自分の技を見せてくれたり、腕であったり自分背中で語りかけるようなもう先輩で、はい、初めて教えてもらった時から自分にとって憧れの存在です。今でもそうです、はい。あとは上司と部下っていうなんか変な壁をこう作らなくてですねこう何でも話ができるような、なかなかそういう人って立場が上になるといないと思うんですけど、自分も自分の私生活のことだとか土屋さんも自分の私生活のことを自分にこう話してくれて、兄貴みたいな感じですね。もちろん技っていうところでは金メダル取られてますしすごい尊敬します。であと自分が国際大会の会場に行ってすごく驚いたのが他の国のエキスパートからの信頼がすごく厚かったところに自分は覚えてそれをすごく記憶に残ってて、自分としても異国の地で戦うわけなんですごい緊張してるんですけどなんかすごい安心感というか、そういった違う国の人にもこう信頼されるような腕だったり、人間力を持っている人なんだなというふうに改めて感じました。アドバイスはあんまり細かいことは覚えてないんですけどでも自分がその土屋さんから教えてもらっているときにやっぱり一番心に残っているとか印象に残っているのは自分のやりたいことをこう優先させしてやらせてもらったなっていうのをすごく覚えてます、ね、僕の強みを最大限に伸ばせるような教え方というかあまり強要してこないというかやり方に関して、はい、そういったところを覚えてますし、あと自分の弱点のところは一緒に考えて一緒にハンマーを振って考えてくれたっていうのがすごく記憶に残ってます。なんで言葉じゃなくて、本当に姿を見て自分は学んだかなっていうふうに思ってます。偶然学園生の時にたまたま見てもらってその時に憧れの存在になりました。そこからもうずっと、全国大会2年間と国際大会と3年間ずっと師弟関係で続いてます。いいところはやっぱり自分で見せれるってところですよね。ハンマーを振ってそこは口だけの指導者じゃなくて自分の行動をもってして教えれるっていうところはすごいいい部分だと思う。自分も結構人から言われるんですけどこうすぐにできちゃうからなかなかできない人のことがわからないっていうところですかね。でも土屋さんは、できちゃうんですけど僕のできないところ一緒になって叩いてくれて考えてくれたんで、国際大会までこう経験させてもらって本当にたくさんの人にと関わっていろいろ教えてももらいましたし、あといろんな経験させてもらって、で今現在もその五輪をやってきたことによって、何かしらの講演をやってくれって呼ばれたりとか、あと小学校に授業その板金の授業してくれないかとかっていうお誘いをいただいて、
まあ、もちろん技能五輪を通してその技能って部分がすごい身についたと思うんですけど、さらにその人間力って部分でも今現在もその技能五輪選手の時から進行形で学ばせていただいているという部分ではすごく自分にとって今もプラスになり続けているものだと思って思います。まあ、一番の目標は土屋さんみたいになることですかね。まあ自分も世界チャンピオンを生み出したいって思ってますし、自分も、まあ、指導者である限りは行動、自分の行動をもってして、そう背中で語れるようなそういう指導者、まあ、職場で言ったら先輩になって、まあ、後輩を育てていきたいなというふうに思ってます。やりたいことはたくさんあると思うんですけども、一つのことにこだわらず、幅広く何かを、やってほしいかなと思います。そういったところでいろんなところへの順応性っていうのがついてきて、ものづくりが楽しいとかで、何かこういうのをチャレンジする場面があった時にうまくそれが生かされてくるような形になると思いますので、ぜひいろんなことに、チャレンジしてほしいのかなというふうに思います。